涙の中にかすかな明かりが灯ったら君の目の前で。おいでませ、ジダン TV。 今日の動画はこちらです。最後までお楽しみください。どうぞ。世界の人々にこう言いたいわけですよ。世界はそれを愛と呼ぶんだぜ。涙の中にかすかな明かりが灯ったら君の目の前で温めてたこと話すのさ。それでも僕らの声が乾いていくだけなら朝が来るまでせめて誰かと歌いたいんだ。昨日のあなたが嘘だと言うなら昨日の景色を捨てちまうだけだ。新しい日々をつなぐのは新しい君と僕なのさ。僕らなぜか確かめ合う世界じゃそれを愛と呼ぶんだぜ。心の声をつなぐのがこれほど怖いものだとは君と僕が声を合わす今までの過去なんてなかったかのように歌い出すんだ。僕らはいずれ誰かを疑っちまうからせめて今だけ美しい歌を歌うのさ。悲しい言葉では、oh yeah、何も変わらないんだぜ。奴らが何をしたって言うんだ。昨日のあなたが裏切りの人なら昨日の景色を忘れちまうだけだ。新しい日々を変えるのは意地らしいほどの愛なのさ。僕らそれを確かめ合う世界じゃそれを愛と呼ぶんだぜ。心の声をつなぐのがこれほど怖いものだとは僕らなぜか声を合わす今までの過去なんてなかったかのように歌い出すんだぜ。こう願いますよ。こう願ってるんですよ。こう願ってますよ。私こう願ってるんですよ。私愛と平和、愛と平和、愛と平和、悲しみで花咲くものか。新しい日々の僕たちは宝の予感がしてるのさ。君と僕が夢を叫ぶ世界はそれを待っているんだぜ。あなたのために歌うのが
しみの夜なんてなかったかのように歌い出せんだぜ、もう一回歌い出そうぜ。そして本当に歌いたいことはこういうことですよ。世界中の愛と呼ぶんだぜ、はい、最後まで見ていただいてありがとうございます。お羊座のあなた、ついてますね、ラッキーですよ。ついでにチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。